はい、ダービースタリオン98実況始めていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。本日はね、ホットコーヒーをいただいております。いやね、先日ね、ちょっと外食してたんですけどね、高速のね、パーキングエリアに行ってたんですよ。まあ、高速といってもね、下道からね、入れるところがあるんで、下道から、パーキングエリアにね、行ったんですけど、ね、そこでね、まあ、ラーメン食べたんですけどね、その帰り道っていうか、パーキングエリアでね、バスが止まってたんですよね。それ、小学生かな？遠足みたいな感じでね、小学生の乗ってたんですけどね、一人ね、出てきてね、こっちの方に走って駆け寄ってくるね、女の子がいたんですよ。その女の子がね、もう、びっくりしましたよ、僕は。某、ビッグ YouTuber のね、肉まんさんにそっくりだったんですよね。もうね、顔はもう全く一緒でしたね。それで、まあ体型はね、ちょっとスラリとした感じだったんでね、あれちょっとイメージ違うなと思ったんだけど、顔がね、もう本当に、某、ビッグ YouTuber のね、肉まんさんだったんでね、びっくりしましたね、僕ね。うん。世の中こんな似てる人いるのかなと思ってね。いや、運命の出会いかなと思いましたからね、僕ね。こっちにね、駆け寄ってきたんでね。うん。びっくりしたね、あれ。うん。まあ、どうでもいい話から始まりましたけど、ダービスターね、やっていきましょう。はい。最近だからね、一人でよく食べに行くんですよね。まあ、自由なね、生活させてもらってるんで、ね、一人でね、外食行ってます。そうそうそう。もう1月1週だから、コメント確かめないといけないんだよね。服部くんと鉄人とお千夫人ね、3頭いるんだ。ね。この、赤サタオは、2歳馬ね。よし。さて、コメント確かめていきましょう。ワカメパンツ、オグリキャップね、最高の配合だからね。メジルマクイーン牝馬にね、ステイゴールドみたいな感じだからね。あ、鉄人、ダメだこれ。ね。気象なんか、ね。あ、これも気象ない。お正夫人も気象なんや。まあ、ね。衣笠さんはね、鉄人と言われてましたけどね、すごいね、なんか、真面目そうな方でね、うん。まあでも、ね、現役当時はね、すごいやんちゃそうでしたけどね。なんか YouTube の動画で見たんだけど、近鉄じゃない、近鉄もそうですけど、広島のね、当時、衣笠幸男と山本浩二と高橋義彦とかね、あの時すごかったですよね、やっぱりね、今見直してみたらね。金のネックレスしてね、パンチパーマ当ててね、もう見るからにヤクザでしたからね。あの時の映像を見たら広島カープかっけえなって思うところもありますね。うん、プロ野球選手ってあんな感じだったんですよね。今と全然違いますよね。ごめんなさいね。丸井がね、ちょっと体調崩して有馬記念出れなかったんですよね。まだ走りますから、これはね。ステイヤーズステークス、完勝だったんですよね。村本のキャプテン丸井。ね。怪物くんはね、ちょっと引っかかってしまったわけじゃないから、なんか後方から行って有馬記念。まあ、力あると思うんだけどね、これはね。ちょっともったいないレースでしたね。的場さんに乗り換わりだったんで、ちょっとね、視線ジョッキーがね、固定できないというか、ね。強い馬なんだけどね、これはね、やっぱり引っかかる癖もあるし、サターンあたりがね、4着と構想ですか。まあ、熊田ジョッキー乗っけてるんですけど、やっぱりジョッキー変えた方がいいかな、ね。でもそんな強い馬じゃないと思うんだよな。おぼっちゃまくんが前走、福永くんを乗っけて、まあ、オープン特別ですからね、まあ、勝って当然なんですけど、この馬もそんな力ある感じはね、特別しないんですけど、ね。今日はね、土曜日で競馬ありますけど、やってませんね。明日、重賞あるんでやりましょうかね。うん。あ、先週はね、もう完敗でした。ババね、エプソムカップ読み違えましたね。うん。内からね、内枠からね、なんか、結構内開けて走ってたじゃないですか。そこ通ってね、差し馬っていうか先行から抜け出してくるんじゃないかなと思って買ってたんですけどね。外差し決着でしたね。ちょっとババ読み違えて、武豊ジョッキーあたりもね、ババ読み違えて、スマート OD あたり逃がしてたんじゃないかなと思うんですけど、うん、ちょっと読みづらかったですね。だからね、新潟で開催された、
あのスプリンターズステークスを思い出しましたね。あの時もね、あの前先行有利じゃないかと思われていて、結局当日はね外差し決着でしたからね、あんな感じでしたね。翌週とワールドカップもね始まって、ま、昨日ね見てましたよ僕は。あのスペインとポルトガルね、やっぱりレベルが違うなというところですよね。うん、面白かったね。ちゃんとは見てないんだけど、うん、アサリちゃんね、アサリちゃんもちょっと引退ですかね、これね。もう一戦ぐらいして引退させましょうかね。はい。うん。ウルグアイとね、どこやってたっけ、あれ。エジプトか。あれが意外と面白かったな。スアレスあたりがね、スアレスいまいちね、動けてなかった感じなんだけど、面白かったね、最後の方ね。うん。やっぱワールドカップ面白いわ。うん、ごめんなさいね。全然集中しないで。まあ、このあたり、まあ、エイジ支配あたり狙いましょうかね。うん、怪物くんもね、好調なんで、ね、どこ使いますかね。このままもやっぱりエイジ支配か。ね。うん、丸いもね、使わないといけませんね。まあ、これ、日経新周波行かせますか？丸いね。3週かな。この当時は1月4週に2レースあるのかな？ね。あ、そうだね。うん。うん、服部君は期待したいな。まだ、ね、鉄人とね、お蝶夫人貴重なんて言われてしまったんで、あまり育てる気はないですね。うん。まあ、サクッと行きましょうね。サクッと、サクッとというか、まあ、いつも通りね、のんびりまったりと行きたいんですが。よくでもそっくりだなっていう人いますよね。昔なんかね、僕、ちょっと裏の方というか、そばにね、スーパーあるんですけど、スーパーでね、南海キャンディーズのしずちゃんみたいな人がいてね、あれ、びっくりしましたね、僕ね。100円ショップでね、買い物してたんですけどね。なんか、OL 風の服着てね。身長ね、そば寄ってみたらね、でかいんですよね。僕と同じぐらいなんですよ。だから確か、しずちゃんもね、182センチでね、僕も182なんですけど、ね、あまりね、女の人で僕よりでかい人っていうのは珍しいんでね、近寄ってみたらね、でかと思ってね、うん。顔もしずちゃんそっくりでね、びっくりしましたね、あれね。他人の空になのか。よくわからないんですけど、たまにそういう人いてますからね。怪物くんが1月3週か。僕身長182センチあるんですけどね、中学で止まりましたから、中2で止まりましたからね。高校の時全然身長伸びてないんですよね。うん、丸いもね、どこ出すかな、これな。うん、お坊ちゃまくんあたりもね、まだ賞金ね、ちょっと4000万円か。どこ使いますかね。まあ、サターンを、まあ、使いましょうかね。AD 支配ね。うん、熊田さんじゃなくてね。あ、先生がいいね。先生あたりがぴったりの、まだこのままね、ミスターサターンって言って、ね。サタンでね、ぴったりだって言ったらいけませんよね。サタン。ミスターサタン。カブツくん。かー、一回一回。かー、一回一回。最近ね、アニメとか漫画とか見てないんでね、ドラゴン桜って一回読んでみたいなと思ってね、うん。漫画喫茶も最近行ってなくて、ね、漫画喫茶行ってもな、うん。
行きたいですけどね。なんか漫画喫茶でね、あの競馬やってる人もいるんですよね、確かね、うん、競馬できるんですよね、グリーンチャンネルとか見れるんで、漫画喫茶で競馬やられる方も多いみたいですね今ね、うん、それも一度してみたいしね、うん、地方競馬できるのかな、漫画喫茶でね、やってみたいなと思うんですけど、さすがにね、あのこれ調教してないね、してないね、しましょうね、うん、よし、コメントを確かめてない、1月3週飛ばしたから、ひょっとしたらね、飛ばしたかもしれない。うん、よくシュート。これ音出てますかね、音が全然聞こえないな、これテレビ出てないことないか。カブツくん一番人気でしょこれね、一番人気です。まあミスターサタンも出てると思うんでね、ミスターサタンが次の人気ぐらいどうなんですかね。あ、ミスターさん気象がちょっと、まあでもレベルが違うんだよね、やっぱり怪物くんといったらね、怪物くんやっぱり超 G1 級だしね、ミスタースタンとはやっぱりレベルが違うんだよ、まあ、両方とも先行で行かせます。今週日曜日は函館スプリントステークス、あとプロキオンステークス、ダートはねあまりやらないんでね、まあ僕千二の重賞ってそんな得意じゃないんですよね、うん、那須さんがねなんか千二の重賞好きらしくてよく当ててましたけどね、うん、那須さんがねなんか誘いがあったんですけどね、競馬場行かないかっていう誘いがあって、ただちょっとねあの身内の問題があってねごたごたしてるんですよ実はね。こんなことをねあの競馬実況で話す話題じゃないんですけど、うん、さて川口くん、いい位置取りやね、これは完勝じゃないでしょうか。サタンもね来てるけど切れ味が違うでしょう、切れ味が。あでも金津クロスも粘ってる、あでも全然力が違うな、力が違う、黒い黒光りした怪物くんね、国王号ね、ラオウが乗ってる国王号みたいな感じですねこの怪物くんね、レベルが違うわ。4馬審査賞やっぱりサタンはね、あの早熟の毛があるだけあって伸びないね、うん、うん、4着ですか、このメンツで4着っていうのはまあがっかりやね。あ、プレーリークイーン懐かしいね。プレーリークイーンでなんか穴結構取りましたね。え、この間かな、ひょっとしたら。違うかな。あ、一番人気なんだ。ねえ、2400メートルでも走るんや。63キロで一番人気ってすげえな。まだ走りますね、丸井ね。丸井もやっぱり有馬記念出したかったな。これは先方逃げにしてもいいかもね。スタミナだけはもう抜群なんで。逃げてもいいかもしれないね。ただまあ、ダビサで逃げ指示しても逃げないケースも多かったりするんでね。一緒ですかね。先行しても逃げるときあるしね。うん。まあこのね、ダビスタ、スーパーファミコン版のダビスタは、大逃げはないんで、ね。もうね、芳香剤がなくなってきましたね。3月ぐらいに芳香剤買ってきたっていう話をしてたじゃないですか。ね。もうなくなってきたな。やっぱ3ヶ月持つからね。それで、ね、香水とかも買ってるんですけどね、最近。香水もね、3ヶ月持つんですよ。3ヶ月持つなら、もっと高価な香水買ってもいいかなと思って。ね。もうね、加齢臭とか気にしないといけない年齢ですからね。まあ、ウィッポの方でも言いましたけどね、高校時代臭い臭い言われてね。結構あんまりそういうの無頓着だったんでね。
まあね、大人になってから気をつけるようにはなりましたけど、最近ね、もっと気をつけないといけないのかなと思いましたね。まあ、どうでもいい話。伸びねえな、これな。やっぱスピードがないわ。まあ、筋量もあるだろうね、筋量ね。スタミナあるけどね。スタミナはあるな、この丸いはな。ね、丸いは練習大好きだからね、調教大好き丸いだから。頑張りますね。全然進んでないから、もうちょっと進めないとダメだな、これな。せめてね、クラシック前まで進めたいですね、スピード。うん。うん。お坊ちゃまくんもね、だからね、あまりレベルは高くないんだよな、これもな。ダービー6着。サツキ賞頑張ったな。サツキ賞出てないんだ。サタがサツキ賞2着か。ね。まあ、ちょっと一戦級とやるには辛いのかな。丸いやっぱり春天来たよね。逃がさないとダメだね、丸天はね。丸いはね。アサリちゃんも何かしら使いたいんだけど、状態が悪いんで、まあ、一旦落としてね。うん、一発で戻った。賢いね、アサリちゃん。うん、お坊ちゃまくんも442で太めということは432、多かったよね、前走ね。うん、使いましょうか。うん、まあマイル戦、マイルも走ると思うんでね、使いましょうかね。東京新聞杯 GST 福永くんでいいと思うけどね。うん、ゆういちくんに乗っけましょう。平成のゆうちゃんといえば福永ゆういちですからね。もう平成の時代も終わりですからね。うん、平成の時代ね、長かったですよね。うん。ちょっと怪物くんもね、まあ、これちょっとね、一旦落としてから、まあ、春天目標ですからね。うん。丸いあたりはやっぱりダイヤモンドステークス使いたいですね。ぴったりじゃないですかね。過去に出たことあるっけ？あ、出たことあるのは2着だったね。うん。この服部くんあたりがね、あ、勝負根性、あとスタミナや。スタミナ来ないから。スピードね。まあ、このまま、貴重なんだからね。うん。東京新聞杯、お坊ちゃまくん。ね、真っ白い真っ白い王子様、白馬の王子様。ああ、一番人気じゃないんだ。ダメだな、この馬な。人気全然ねえじゃん。トロッツなんだとか、かなりの強面図ですね、これ。 G1 クラスなんで、ちょっと厳しいところあるかもですね。ダビスターってね、白毛っているんですよ、実は。スーパーファミコン時代からね、白毛、いましたよね、白毛ね。うん。なかなか生まれないんで、ね。白毛で強い馬とかね、昔作ってましたね。うん。それぐらいね、やり倒してたんでね。500年とかやってたな、俺な。500年とか、もっといてたかな。みんなに笑われてましたからね、500年とかね、数字をね、見て。大学時代ね。暇の時ずっと旅してやってたからね。うん、先頭先頭。まあでもね、ちょっと頑張れ頑張れ。ダイナマイトダディか、ダイナマイトダディか、フジワンマンクロスか。ちょっとバッタダメだ。頑張れ頑張れ頑張れ。2着に頑張れ。2着に頑張ったね。名勝まで意外な馬が勝利しましたね。あ、2着ですね。まあ、賞金稼いだんで良かったですね。まあ、でも、パンチが足りないな、これはな。スタミナ来ないか。まあ、スピスター言われるんだよね。お蝶夫人とね、かぶくんじゃねえや。ねえ、鉄人ね。牧場じゃねえって。あ、4周ですね。はい。サタンオープン特別出そうか。ね、ちょっと足りない感じがするんでね。これなんだ、このレースは。
バレンタインステークス、よしとみジョッキでいきましょう。怪物くんはちょっと調教積みましょうかね。ダート炭素を強めでスタミナを補強すると。丸いもね、いい感じですね。このまま、まあ、これ以上はもう成長しないと思うんだけどね、このままね。よし。バレンタインといえばね、あの、小学生の時もらってたな、チョコな、近所の女の子、姉妹にね。そのね、あの、長女がね、あの、なんか、あの、スチュワーデスになったって話をね、聞いたことがありますね。僕のいとこはね、一応パイロットがいたりするんですよね。全然、だから今、最近はもう全然知らないんだけどね、いとこがパイロットだったりするんですよ。すごいですよね。先行で関しようか。ね、はい。やっぱりね、追い込むのはいいな。タモンヤグラか。結構強いところ出てるんやね。まあ、差しでいこうか。ね、はい。レスト。まあ、親父のね、あの、兄弟の息子なんですけどね。パイロットのいとこね。やっぱり、うちの家系よりね、親父の家系より、その、ね、あの、お父さんの方の家系がね、あの、優秀な家系なんでね。僕の、あの、親父の妹の子供ですね。だから、その、妹の、お父さんの方の説明下手でごめんなさいね。なんて言ったらいいんだ。ごめんなさい。僕はもう全然優秀じゃありませんからね。なんか東大出てるんじゃないかな、おじいちゃんから。いけ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 、頑張れ頑張れ頑張れ、よしよし、やりました。単勝ですね。まあ、強かったね。相手結構ね、あの、オープン特別にしては強いメンツだったんだけど、完勝でしたね。まあ、差し足もあると。まあ、東京だからハマったのかもしれないけどね。まあ、もう23分も経ってるんだ。今日、すごいダラダラ進めてるんですけど。大丈夫ですかね。なんか、あちこちに話が飛んでね。あの、ハンデきつくなるの？なんで？前走もさ、3着なんだから、そんなきついね。ハンデをね、ハンデキャッパーさんもつけなくていいと思うんだけどね。まあ、今回逃がしてみましょうかね。バテないと思うんだよね、逃がしてもね。怪物くんあたりはね、調教で仕込んでいきましょう。まあ、今回、ダイヤモンドステークスでやめますか。ね、はい。ちょっと、ぐだぐだ言ってしまいましたが。スタミナ来い、スタミナ。あ、来た。これフルコメだ。これ入れます。はい。入れます。もちろん入れます。まあ、見本に入れます。服部くんね、あの、忍者服部っていうね、あの場面をね、あの、ダビタ3実況の時にね、つけて、忍者服部が初めて G1 取ったんですよね。初めての G1 馬が忍者服部で、まあ、思い出深いね、名前なんですけど。あ、勝負根性言われなかった。もうこれ引退させます。はい。まあ、希少なんではね、あの、3区にスタミナつかないんで、繁殖にはあげません。鉄人も引退です。希少な難儀だからね、やっぱりね。翌週行きましょう。あ、ちょっと調教しないといけなかったね。丸い。一番人気。あ、一番人気じゃないんだ。ステイゴールド。
懐かしいね。 LA ウィン、マジカルタンホイター、まあ強メンツですけどね、ハンダ一番重いですね。逃がしましょう。東京の長い直線 3200m をバテずに伸びきるかどうか楽しみですね。まあ折り合いも気にしない、逃げるのみ。あまりね、だからね、まあ、YouTube やっててね、個人情報とか言ってられませんけどね。最近パソコンの方もね、なんか、おかしくはないんだけど、なんかね、いたずらされてるような感じするんですかね。妄想ですかね。妄想ってことないと思うんだけどな。うん。まあ、ブログでもね、書いたんですけど、ちょっとね、よくわからないんだよ。パソコンに詳しいわけじゃないから。だからね、なんで、これ故障じゃないんだ、バズなんだ、なんで、やっぱ逃がしたらあかんのかな、これな。これ残念やな、もう大敗やな、これな。やっぱな、専門家に聞いた方がいいのかな、これ。セキュリティの問題ね。セキュリティソフトもちろん入れてますけどね、あまり効果ないみたいで、仕方ないのかなと。僕はだからね、そういうのをね、気にしないタイプなんですけど、物理的にね、困ってることがあってね、なんか、いろんなね、なんか、わけのわからんソフトっていうか、ファイルがね、入ってて、SSD がね、もう、パツパツなってるんですよね。それが困ることだよね。うん、まだ実害はね、出てないんで、まあ、何のね、対処もしてないんですけど、参ったなっていう感じですね、最近はね。まあ、というか、俺のパソコンよりね、親父のパソコンの方がひどいんでね、笑っちゃうぐらいひどいんで。ダメですね、これ、丸いね。故障じゃないよね。もう年なのかな。よくわかりませんね。まあ、というわけでね、今回ね、これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。